第36回ユーロビジョンソングコンテストは、1991年5月4日に、イタリアの首都ローマのチネチッタにて開催された。当初は、サンレーモでの開催が予定されていたが、湾岸戦争や隣国ユーゴスラビア紛争等、国際情勢の緊迫化を考慮し、より安全が確保できるローマに変更した。制作、来、イタリア放送協会、放送時間。 3時間14分。イタリアではほぼ700万人が番組を視聴した。プレゼンターは、ジリオラチンクエッティとト,トトクトゥーニョ。エブ欧州放送連合では、欧州共通語として、英語とフランス語の少なくとも、どちらか一方を使用する要規定で定めていたにも、かかわらず、審査員の票の読み上げ及び確認を含めた、番組進行のほとんどがイタリア語で行われた。トトは、 アーティスト名や曲目紹介でも発音に難があった。この点について BBC 英国放送協会のコメンテーターテリーオーガンは明らかに規約違反であり問題だとの苦言を呈した。オランダは1985年と同じく戦没者追悼記念日のため欠場を変わってマルタが復帰。一増一元22カ国。ドイツは 東西統一しての出場となった。以下参加国の出場回数及び中継テレビ局、一覧、BRTN ベルギー・オランダ語放送内数字は、参加回数不出場ながら中継放送を実施した、局、TVP ポーランドテレビ変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10局に投票。お気に入り順に12、10、 8から1点として採点。演目終了後、国際電話で繋がれた各局のスポークス漫画、出場順に、口頭で発表。プレゼンターが、副賞確認し、スコアボードに加算された。今大会では、これがイタリア語のみで実施された。また、最高得点が2曲並んだため、点数内訳をチェックし、12点、10点の数が多い。 方が優勝とするというルールが運用された。優勝したのは、カローラの、ファングッド AVN e ストームビンド。これはスウェーデンにとって、三度目の優勝。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒーイコールヘブライ語、コーリーイコールアイスランド語、ナップイコールナポリ語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェイ語、SR イコールセルビア語、シーベルト。 イコールスウェーデン語、A イコール英語、E イコールイタリア語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコールトルコ語、普通イコールフランス語、ホイコールポルトガル語以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す参加アーティストたちは登場時に流される短編ビデオの中でイタリアの有名曲を歌った。以下は その一覧、各曲の歌詞については以下を参照のことでガルースラッシュ。ありがとうございます。